まずですよ、次に打ち直してしまったと、髪の毛がね、こんなことになっちゃいましたね。美容師さんにネイマールみたいな頭にしてくれと、まあ、言ったら、もうなんか知らないですけど、初めて見たやつにはなんかチキンラーメンのピオちゃんというふうに言われてしまうありさまで、早伸びてくれへんかなと、まあそういうふうに思ってます。まあちょっと見慣れない感じですけれども、まあちょっと、我慢していただいて、付き合ってくださいということで、なかなかムービーもちょっと夜中時間がなかったりで、時間がないっていうのはね、なんか二流の証拠やぞと、まあ、いうふうに先輩に言われてしまったんですけれども、まあちょっといかんせやることが多かったのと、夜パタンと寝てしまうと、まあ、いうような状態やったんで、なかなかできてなかったですけれども、まあちょっと溜まってるやつをですね、ちょっとまとめて放出していきます。まず、阪神文系数学第8項4番、大小比較の問題であると、まあ、いうところです。途中の計算とかは端折ってますから、まあしっかりその辺だけはね、まあ、自分の力で頑張ってやってください。評価したい数字が、5つありまして、3分の2、この対数定外2のログの3とね、で、まあ、あと3分の1、3ルート3、2分の3、ログルート3、ルート6、ログ3、ルート2と、まあ、いうところで、ちょっと数字を並んでます。ちょっと分かりにくいんで、ちょっとこいつら A、B、C、D と、まあ、いうふうに名前をつけて、まあ、一応3分の2っていう数字はすごくクリアなもんやから彫ってますけれども。はい。で、まあ、ちょっと考察しましょう。やっぱり対数っていうのは、まあ、このちっこい数字を何度したらでっかい数字になるのか答えろやと、まあ、いうところで、評価の基準っていうものがこの定なわけですよ。で、まあ、こいつがね、まあ、関数の問題解くときもせやけど、まあ、揃えられたら嬉しいなと、まあ、いうふうに考えられるんですけれども、まあ、こちらの3つは、ね、3分の1ルート3、3と、まあ、定が3に直したら、まあ、綺麗な数字になってくれそうだと、まあ、いうような状況なんですけれども、まあ、どうもこいつだけね、水と油というか綺麗な数字にならんちゃうかなと、まあ、言ったらはみごなわけですよね。はい。で、一応ね、大小比較の問題を解くときのコンセプトで結構重要なことなんですけれども、まあこいつの使い道ですわ。ここに唯一ログも何もついてない綺麗な数字です。どれぐらいでかいか、まあ大体ね、もう小学生でも分かる数字ですよね。で、まあ、こいつがどんな定の対数でも直にもなるんですよね。だから定が2の対数に直したいなと、定が3の対数に直したいなと言われたら、まあ、元の意味考えても当たり前なんやけど、まあ、これね、当たり前のようにみんなできるようにね、定が2にしたかったら2、2って書いてポコって載せる、3にしたかったら3、3って書いてポコッと載せる、まあ、これでも変化が可能です。定を山田にしたいんやったらログ山田、山田の3分の2乗とか、まあ、最悪書いてしまったらええでっていう作業です。はい。で、あとね、こちらにはさっき言った定音も3に揃えるというアクションをやった結果を書きました。これはもう対数の定の変換公式とか使ったらみんな誰でもできるんで、ね、まあ、ちょっとこの通り書いていただいたらよろしいかと思います。まあ、ここのところはちょっと割愛しますね。はい。で、まずね、まあ、こういった問題の主な考え方についてこちらにポイントという形で書かさせていただいたんですけれども、一つ、この綺麗な数、この問題やったらこの3分の2ですよね。3分の2がすごく大事な値になります。まあ、経験則で言っても大体こういう数字真ん中ら辺に来ます。で、まずですね、ちょっとグループに分けちゃおうと、この3分の2よりでかいやつと小さいやつというところで、ね、ちょっとグループ分けをしました。で、まあ一応全部定3にチェンジしているやつら、定が3のもので分けると、まあ、こんな風になるんです。まあ、ルート3分の2とルート2とか、まあ、この辺の対象関係でどうやったら分かんねんと、まあ、いう話ですけども、まあ、ルート3分の2、ルート2、およびまあこの3分の3の3分の2乗とか、もう全部6乗ぐらいしてあげたら、綺麗な数字になって、大小関係測れるので、まあ、これは皆さん多分大丈夫です。定が揃ってたら、この数字の評価をするだけやから、何とでもなるでしょう。で、まあ、その中でこういう順位になりまして、こいつは3分の2より小さいやつが、で、こいつは C、こいつだけ唯一3分の2よりでかいやつなんですね。はい。で、一方、この定が2のやつも、ね、ちょっとこいつにですね、
手がにという形にチェンジしていただいたやつを使えば、まあ、この2の3分の2乗とルート3を比べると、まあ、ルート3の方が大きいという結果が出ます。まあ、これがみんなが多分自分で評価できます。もう一回言いますが、手そろっとったらここの進数の部分の対称関係を考えればいいだけでしょ。ですから2の3分の2乗とルート3どっちがでかいんや、まあ、女も6乗とか綺麗に何とか乗すればすぐ分かるから、もうこれみんなできるわけです。そしたら、ね、3分の2より小さいのはこの2人やったと。こいつも最下位で確定しますし、その次 D で3分の2真ん中で、3分の2よりでかいやつは A と C。 ただ、わかる？こいつらの順位だけ確定していない。5位、4位、3位は決まっているんですが、1位と2位はわからんから、まあ、あとはこいつらを個別に直接対決させる。まあ、1対1のね、タイマンバトルやったら手が違っても何とでもなりますからね。はい、まあ、ここはもう2つの数字を見比べて、まあ、いろんなアクションをするんですけれども、まあ、今回ね、ちょっとまあサンプルで書いたのは、まあ、分かりやすい数字ですね。まあ、ある程度見当をつけることも重要です。まあ、この362ルート3、まあ、こいつより数字ちっちゃいし、こいつよりでかい、まあ、こっちの方がでかいんちゃうかなぐらいには思っといたらいいんですよね。で、まあ、あの記述やったら根拠を書かないといかんので、まあ、予想で答え書かれへんから言うときますけれども、まあ、1っていう数字を考えると、ね、これ、ログ2、ルート3って 1.7 ぐらい、こっちの方が大きいですよ。1、1、ログ3、3、ログ3、ログ、あ、こっちの方が大きいな。まあ、A と C の順位もこうして確定する。まあ、最後のところはね、まあ、いろいろやりようがあると思うんですけれども、まあ、順位決めっていうのはこういうことなんですよ。ね、まあ、こちらのポイント、ね、よく認識しておいてください。手を揃えれるものは揃えるとか。